ただいまご紹介に預かりました同志社大学の円月と申します、はい、なぜここに呼んでいただいたのかよく分かったようで分からないんですけれども、文部科学省の方とまた次に企業あるいは学生さんの方の間のつなぎをしろということではないかなと思っております。またこの企画をこちら側で窓口にしております、実は教育開発センターの初代の所長が私で、司会をしてくださる山田先生が2代目 で今総合司会してくださった勝山先生が3代目と、3代揃うのは初めてかなというふうな、多分最初で最後の機会になるんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、そういうことで何かをしようということだと思います。よろしくお願い申し上げます。で、本日は今も時は先生の方からというですね、ご説明があった通り、グローバル社会における学生の主体的な学びについて考えるというふうなことかというふうに理解しております。で、この機会になっているのは今年の3月に中教審の方から答申の審議まとめとして出たものであります。私が繰り返すまでもないですけれども、予測困難な時代において生涯学び続け、云々というふうなものです。本文としたら私が見たところ16ページぐらいで、その前にあった学士課程答申というのが本文60ページぐらいなのに比べると非常に簡潔な形で、ピンポイントで書いてあるかなというふうに思います。で、私自身も文学研究がということですね、一応専門ですので、こういうテキストを見るとすぐにキーワードを探しにかかってしまうというところがあるんですけれども、ファイル等で検索機能などをやりますと16ページの中で学習時間というのが50回使ってあると。で、2番目に出てくるのは質的転換というのが41回出ていて、そして主体的という言葉が34回、この3つが呪文のようにというですね、何度も何度も出てくる答申になっていくんじゃないかなというふうに思います。で、そこで拝読させていただいて、やっぱりポイントというのはこれからの大学教育の質的転換というものをどういうふうに行っていくかということなんだと思います。で、その中で質的転換というのは非常に抽象的ですけれども、今も時は審議官の方からご丁寧な説明があった通り、ポイントはといった学習時間をいかに増やしていくか、そして主体性、学びの中に主体性というものをどういうふうに回復していくか、この2点に尽きると言ってもというですね、過言ではないのかではないかなというふうに思っております。で、別にここでは本学の取り組み、またこれも旧文に属するものなんですけれども、私も教育開発センター、そして力不足ですけども教務部長等もやらせていただいたときに、いろいろなこういうことなんかを考えておりました。で、うちなんかでも GP なんかで採択された、これは学習支援システムのデュエットですけれども、どういうイメージかと言いますと、私も英文学やっておりますので、アメリカで学ばせていただいたことがあります。で、その時日本と違うなと一つ思ったのは、図書館なんかのリザーブ機能というやつですね。図書館なんかにリザーブコーナーみたいなものなんかがあって、授業が終わったらバババッと走っていって参考書なんかを片っ端から読みながら次の時間のレポートをやっていくと。それに対して同志社はその教室の中での学習と図書館というものが有機的に結びついていないんじゃないかと。そこでどれだけ効果があったかは別ですけれども、シラバス情報を左側の方で充実していく、こちらが教室内学習なんですけれども、できるだけ先生方に参考文献というものなんかを挙げていただく、そして参考文献のところをワンクリックしたら図書検索システムの方に、飛んでいって、それがどこにあって今貸し出し中かどうか等がというですね、分かっていくと。ですからこういう形で少しでも図書館での学習時間を増やしたいというふうな意図でというですね、作ったというふうななんかあります。で、もう一つ主体性の点で言いますと、ここにもまた今日関係者の方で観客に本学からも来てくださっている方おられるんですけれども、 PBL 教育というものの推進をいろいろな形でというですね、皆様のお力を借りてやりました。PBL はプロジェクトベーストラーニングということで、今回の審議のまとめの中でもアクティブラーニングというものなんかが書いてありますけれども、それの一つの方法論というふうに考えていただければ結構です。先ほどのビデオ等でもどうしても受け身になりがちだとかいうふうなのがありますけれども、主体的にどういうふうに勉強させていくかということですね。で、ここにもある通り、特定のプロジェクトを通して課題を探求して、その中で問題を解決する、例えば京野菜を作ったメニューというものなんかを作って、学内高校 の食堂等に置くと。ただしそれやったりしても、仕入れとその運賃がどうなるか、また衛生管理とかメニュー一つに載せるといったりしても、いろんな人やって
解決しなければならない法令上の問題、あるいは財政上の問題なんかがある。その中で問題を見つけながら、学生が力を合わせてやっていく。そして一つの商品ができるためにもどれだけの苦労があるかということなんかをやりながらというですね、人間的に成長していただきたいというふうなものであります。特にこの大学では医療看護系とか職業系ではよく使われていたんですけれども、これを教養教育の一環としてというですね、なんとか位置づけられないかということをさせていただいた。それがというですね、少し新しかったところかなと思います。現在もPBL 推進支援センターというものを作ってやっておりますので、またホームページ等を見ていただければと思います。でそこではこういうふうに主体的な学びというのはあまりに抽象的ですんで、造語でいいのかどうかですけども、プロジェクトリテラシーという言葉を使って、例えばその主体的な学びの中で、養いたい、あるいは育成したい能力というものがどういうものなのかということをみんなでいろいろ具体的に議論しながら、こういうふうなというですね、そのコンピタンシーのということですね、表みたいなものなんかを作ったということであります。実際に主体的とかいうの耳障りがよくって、誰も反対する方はおられないんですけれども、私はいろいろ教育関係のところで議論していると、で具体的に主体性とは何なのだということになると、総論賛成、各論反対というのがというですね、いろんなところなんかでも起こるので、共通理解を作っていくということが必要なんじゃないかということであります。でこれは学士課程答申の中の学士力 の説明するためにも使われていたモデルを図式したものですけれども、私たち大学教員ともすると、教育というと上の認知の部分、すなわち知識を教えることだけよというですね、高等教育の目的だと考えすぎていたのではないか。ただしこの頃、心のモデル、知識のモデルとして情動、そして適応、精神運動とか身体運動とかいうふうに言ったりするときもあるんですけれども、適応とか、上から言うと学習情報だけではなくって、学習習慣を作り上げていく。そして学習習慣だけではなくって、学習技能というものを身につけていく。そして卒業した後も生きていけるような、そういう学ぶ力というもの自体をつけていくということも大学教育の中では必要なのではないかということであります。で成績評価の対象ももちろんこれでなければいけませんというですね。でこういうふうになってくると、もう一つ出ていて、今度審議のまとめで出てくるの、ナンバリングとルーブリックという言葉なんかが出てきます。でうちでもナンバリングの議論みたいななんかは土田副学長のリーダーシップの下で始めていただいてるんですけれども、単に科目に数字をつけるというだけの問題ではない。その背後にあるのはこのルーブリック的なもので、どの段階になったらどういうふうな能力が必要なのかということを明記していくということですね。これはちなみにうちではわりかし早くから言ってるんですけど、セフアール、あるいはセファールと呼ばれているヨーロッパを EU の方で使われている語学のルーブリックであります。今年からちなみに NHK の語学プログラムは全部これを採用するというふうななんかを言っておられて、いいホームページができていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で、ポツポツポツのところは先ほどあった通り、知識、情動、態度に大体分かれているんですけれども、こういうふうな形で、ルーブリックを作り、それに合わせた形でナンバリングをしていく。そしてそれぞれの学生さんの学びに合わせた目標というものを具体的に与えることによって、モチベーションを培っていくんだというふうなというですね、今の一つの手法であります。でもう一つはこのルーブリックがはっきりしていないと、 打ち合わせの時に話題になってたんですけども、 TA 等の活用等が遅れているのではないか。ただしアメリカでも TA を活用してルーブリックもなしで TO をやってると批判もあります。要するによく見たら専任教員まともに学部の授業をしていなかったというふうなだけが明らかになったという例というのも私知ってるんですけれども、むしろこういうルーブリックを作りながら新しい教育サポート体制 TARA も含めたそういうものなんかを研究していくということですね。こちらは今総合司会をやってくださっている勝山先生なんかを中心に新しいサポート体制というものなんかをうちでも考えてくださっていると思います。で背景にあるのはラーニングコモンズというものですけれども、いろいろ先行例もあるんですが、同社でもラーニングコモンズ的な学びの場というものを作っていき、そこでいろんな教育サポートスタッフを作っていく、整備していく、そういう形で主体的な学びというものなんかを奨励していければいいなというふうに思っているところであります。ちょうど時間ぐらいになったかなと思いますので、この辺りで終わらせていただきます。どうもありがとうございます。